ですね、これあの A さんっていう方か中学校時代に体験した話なんですけど、あの A さんの家庭、あの家族っていうのはあの夏休みに、栃木のおじいさんのところに、はい、あのお墓参りを兼ねて家族で、はいはい、おじいさんのところに毎年行ってたんですよ。はいはい、でそのおじいさん家っていうのはあの A さんから見て鳩子のお兄さんとお姉さんが一緒に住んだんですよ。うん、でそのお兄さんが20歳か19ぐらいになってて、ちょうど車の免許を取ったんで、あのまあドライ、練習がてらあのお姉さんと A さんとであの、うん、ちょっと周りをドライブしないかと。ああ、はい、はいはいはい。で時間的には夕方だったんですけど、まあ車でちょっとぐるっと、うんうん、はい、あの周りを散策したいしたんですよ。で、はい、じゃあそろそろ帰ろうかっていう感じになって、でちょうど、うん、あの毎年そのお墓参りをしているあの墓地に、はい、墓地の近くを通ったんで、うん、はい、まあその時間がだいたい7時ちょっと過ぎぐらいだったらしいんですけど、はい、まだ夏なので多少日は出てて、まだ明るいとは言えないけど、うん、暗くもない、まあ薄暗い感じの時間だったんで、うん、あの肝試しっていうわけじゃないけど、ちょっとなんかお墓回ってみないみたいな感じで、はい、まあ近くに車を止めて、3人、お墓の中をちょっと探索してたんですよ。はい。はい。お墓の周りっていうのは街灯とかが全然なくて、あ、で、まあ夏でもほら、暗くなり始めるとだんだんすぐに暗くなっちゃうじゃないですか。うんうん、あの、鶴瓶落としって言って、すぐ暗くなりますよね。うん。なので、どん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 、まあ、暗くなってきて、まあ、だんだん足元もちょっと不安になってきて、うん、まあ、だんだん、ちょっと怖い感じになってきたんですけど、そんな中で、A さんは、おばあさんを見つけたんですよ。その、墓地の中で、うん。で、そのおばあさんっていうのが、白髪で、手にお花と、はい、お墓に水をかけるための桶を持ったおばあさんが、うん、なんかひょこひょことあっち行ったりこっち行ったり歩いてたんですよ。はい。で、A さんっていうのは、霊感があって、そのおばあさんを見たときに、うん、すぐにこのおばあさんはこの世のものじゃなくて、幽霊だと。うん、直感的に、はいはい、あったらしいんですよ。なので、もしかしたらここにいたらなんかおばあさんになんかされるかもしれないと思って、危ないと。そう。A さんは、そのお兄さんとお姉さんに、うん、なんかだんだん暗くなってきたし、ちょっと気持ち悪くなってきたから帰ろうよ。うん、で、まあ、A さん、あとお兄さんとお姉さんもまあ、それに同意して、うん、じゃあ今日は帰ろうか、って言って車に乗って、まあ家に帰ったんですよ。で、家に着いて、ご飯を食べて、まあ、ちょっと遊んだりして、で、夜になったんで寝ることにしたんです。で、A さんはまあ女性なんで、お姉さんと一緒の部屋に寝たんですけど、その夜のこと、うん、急に A さん金縛りになったんですよ。うん、で、さっきほど言ったように A さん、霊感がある人なんですけど、うん、金縛りになったことっていうのは今までなくて、金縛りになったそうなんです。うん、で、うわ、なんだ、金縛りだと思って。で、体が動かないし、なんか体がギシギシする感じで、すごい、やっぱ怖いんですよ、うん。で、目をつぶってたんですけど、とりあえず周りを見たいと思って、なんとかこう、目だけ開けると、はい、目の前に、その、先ほど、お墓が自分の上に座っているんですよ。ね、はい、自分をこうじーっと見てるんです。怖い。やめてやめて。思って、で、うん、ただもう目が閉じられなくなっちゃったんですよ、今度は。あ、で、おばあさんをじーっと見てると、おばあさんが、一瞬、おばあさんが浮いたのか何なのかわからないんですけど、一瞬軽くなって、うん、すぐドンっていう風に、体の上にさらに馬乗りになるような感じになって、うん、馬乗り、さらに A さんの首を絞めて、ギューって、ですごいそのおばあさんの顔が怒りにこう、様子が怒りをこう見せていて、うん、もう今にも殺されんばかりのような表情だったそうです。うん、で、まあ怖い、消えて消えて消えてと
A さんはずっとこう心の中で念じたんですけど、そのおばあさんの怒りの形相も変わらないですし、うん、その首を絞める力も変わらずに、うん、ずっとその締め続けられたんですけど、でこう A さんはずっとやめてやめて消え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 てってずっと頭の中で祈ってたんですけど、うん、で不意にその首を絞める力が消えて、 A さんはあ助かったのか一瞬安心したんですけど、急にその耳元でおばあさんの声で悪い子たちだねっていう風に耳元で囁くような声がして、頭をそのおばあさんにゴツンって肩骨に殴れたんですよ、うん、でそのまま A さん気を失ってしまって次に起きたのは朝になってたんです、うん、であれは夢だったのか何だったのかと思いながら起き上がると、うん、頭が痛いっていう、うん、で何だろうってその痛いところを触るとちょうどおばあさんに殴られたところが、うん、ここぶるになったんですよ。たんこぶになってた。たんこぶになったんです、うん、で昨日のは夢じゃなくて実際にあったんだと思って、すごい頭がなんか普通に殴られた以上に頭が痛かったらしいんですけど、はい、痛いなと思いながらとりあえず昨日あったことをお兄さんとお姉さんに話そうと思って、うん、2人を話そうと思って行ったら、うん、2人ともなんか頭を押さえてるんですよ。え、2人も殴られたってこと？もう何があったかっていうと、そう2人ともやっぱりコブができてたんですよ。ただ A さんとちょっと違うっていうところは、うん、金縛りとかおばあさんに会ったってわけではなくて、うん、朝起きたらたんこぶになってて頭が痛いと。なんでこれ寝ててぶつけた記憶もないのになんでこんなことが、2人ともかしげさんで、A さんは昨日あったことをこうおばあさんが現れてて、うん、締められて殴られた話をしたら、まあ、2人ともすごい怖がって、うん、とりあえずどうしようどうしようっていうふうに、まあ、3人で相談した結果、うんうんうん、とりあえず謝りで、うん、昨日行ったお墓に朝行って、うん、でとりあえず見たらしいところで、うん、すいませんでしたすいませんでした謝って、うん、で謝りに行って、でその時はそれで一応終わったんですよ。その後は特に何もなかったんですけど、あただその後 A さんが高校になってから、まあ毎年行くんですけど、高校になった時そのお兄さんが証拠にもなくまたそこに肝試しに行ったそうなんですよ。その墓バカだよ、うん、本当バカだね。それも深夜、もうだから先ほど言った大バカだよ深夜に友達と一緒にいたらしいんですよ、その前の日に、うん、したらなんかよくわからないけど見えない何かに追いかけ回されてすごい怖かったと。バカだよ、怖い目にあったっていうふうに A さんに話して、でまあ A さんもちょっと呆れて、何年か前の時にも原骨で穴殴られてるのによくまた行くよねとかっていう話をしてたそうなんですよ。本当だよ。で、そうですよね。でその夜、はい、お兄さんがトイレに入ってたら、うん、そのトイレの外の廊下から、タタタタタタタっていう、なんかすごい走り回るような音がしたんですよ。はい。で、なんか誰か来たのかなと思って、うん、そのお兄さんが、ギーッとトイレを開けると、うん、一瞬だけなんですけど、うん、長い白髪の髪がふわっていう風に、おばあさん来たんだ。見えたんですよ。で、まあ、レンさんと同じようにお兄さんも、あ、お兄さん、おばあさんが来たんだ。で、ここでまた見つかったら何されるか分かんないと思って、うんうん、トイレ閉めて、しばらく様子を見てたんです。うん、うん。したら、その足音がなくなったんで、あ、とりあえず行ったんだな、と思って、うんうん、ゆっくりと開けると、その床のところに、廊下の床のところに、長い白髪が一本だけ落ちてたんですよ。で、その家には、そんな長い白髪をした人はいないんで、いやー、しゃったんだ。おばあさん。おばあさん来たんだ。で、お兄さんはまた次の日にそのお墓に謝りに行ったそうです。バカだよ。二度目は許してくれないかもしれんじゃん。まあ、とりあえずその後特に何もなかったそうなんで、まあ許してもらえたとは思うんですけど、ねえ。まあそういうところに遊びに行っちゃいけないよって多分怒ってたんじゃないかなっていう話です、うん、はい。まださ、おばあさん許してくれたからいいけどさ、
これで許してくれなかったらどうするつもりやったんやろうね。どうでしょうね。ねえ。おじいさんのところに毎年行ってたんですよ。はい。はい。で、そのおじいさん家っていうのは、あの、A さんから見て、はとこのお兄さんとお姉さんが一緒に住んでたんですよ。あの、お姉さんと A さんとで、あの、うん、ちょっと周りをドライブしないかと。ああ、はいはいはい、はい、で、時間的には夕方だったんですけど、まあ、車でちょっとぐるっと。うん、とですね、これあの、A さんっていう方か、中学校時代に体験した話なんですけど、あの、A さんの家庭、あの家族っていうのは、あの夏休みに、栃木のおじいさんのところに、はい、あの、うん、お墓参りを兼ねて、家族で、はい、はい、で、そのお兄さんが、20歳か19ぐらいになってて、ちょうど車の免許を取ったんで、あの、まあ、ドライ、練習がてら、